こんにちは、レナです。タカがいないです。 AUT ブログです。今日は金曜日なので、まあ私は観光しようかなと思ったけど、タカは平日だから仕事があるので、今日はカメラじゃなくて携帯で撮ってる理由は、カメラが重たすぎて私は持てない。世界一周した時にタカがいつも持ってくれたから、まあ、2人で行くといいけど、1人でカメラが重たすぎる。そろそろ軽いカメラを買いたいなと思った。そうだね、今は コロナウイルスの時期なので、いろいろアトラクションとか名古屋にも閉まってるけど、梅祭りがあってそれに向かおうかなと思った。電車を待ってる。今行っちゃったから7分ぐらい待たなきゃいけない。名古屋の駅はそんなに2分おきとかには来ないから、まだそれには慣れてないかな。まあコロナウイルスだからマスクしてる人が多いな、最近思ってます。今は駅に着いて、ここから、名古屋市なんだったっけ、名古屋市農業センターデラファームというところに向かってるんだけど、駅からバスでも行けるけど天気もいいし歩いて行こうかなと思った。タカと一緒にどこかに行くと 500m 以上だともう歩きたくないって言ってるから、一人だからちょっと歩いてみようかなと思いました。着いた。で、入り口で、まあ今コロナウイルスだからこれ消毒、しだれ梅まつり2月22日から3月15日まで、で周りはこんな感じでフードトラックがあるんだけど、まあお腹空いてないから入ろうかな。今から梅のエリアに入ってちょっと梅を見ようかな。もっと色があるかと思ってたけど、多分今年は早いからもう結構終わりつつあるだね。残念。見て見て、オオスズメバチのなんか死んだよくわかんない、気持ち悪。あとヘビ、誰が飼うの。この城にあるのが鬼まんじゅう専門店。鬼まんじゅうは名古屋飯の一つで、さつまいもじゃなくて違う、芋でさつまいもかなで作られた、まんじゅうということで、はい、今買った。めちゃくちゃ熱い。これだよ。ちなみにこれはなんで鬼まんじゅうということか、ここにもついてる。あの鬼がこれをなんか手で持ってるでしょ。で鬼まんじゅうの形がこれに似てるから鬼まんじゅうという名前が付けられたらしい。いただきます。うん、おいしい。ふわふわ、全然普通の鬼まんじゅうと違う。普通の方が好きかな。残念。なんか思ってたより見るところが少ない。残念。でもまあ天気がいいから人がちょっとだけいるし、入場料とかもかからないから、まあ、悪くないかな。ただ梅はもうほぼ終わってるね。残念。うん、ここに咲いてる。かわいい。お、めっちゃ咲いてる。お、なんかこれ全部梅だけど写真ねあまり撮れないから諦め。残念。もう帰ろうかな。はい、今から駅に戻ります。
構レナテンション低いなって思った方ははい、ごめんなさい。今日初めて一人で撮ったのでちょっとまだ全然慣れてなくて、次のビデオは慣れるかな。レナ一人でビデオ撮ってもいいよ、面白いよと思ってくれた方は、ぜひいいねボタン押してくださいね。ちょっとなんか変な感じだよ。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。